二条領実は、鎌倉時代中期の苦行。通称は、福密園関白。極位局官は、十一位関白左大臣。摂政関白左大臣九条同家の次男。母は、大乗大臣、西恩寺公卿の女。兄に、摂政関白左大臣九条京を見。弟に四代鎌倉将軍、藤原頼常、摂政関白左大臣一条、三年。 ここに、左大臣二条、道義、現代納言に上京を両、関白左大臣二条しただし、悲惨義二条教通り、摂政左大臣二条件元がいる。父と母方の祖父が、朝廷の実力者であったことから、数え十五の若さで、十三位となり、二十の時に内大臣となる。ところが不動家は読みをあまり愛さず、むしろその弟にあたる一条さねつねを、偏愛するようになる。 それでもこの頃の朝廷では、祖父で関東申し継ぎの西恩寺工業がどうかを上回る実力を持っていたこともあって、五佐賀天皇が戦争した任次三連には公行の推薦で関白に任じられるまでに至った。領身をめぐっては、九条家と西恩寺家の関係にも影響が及んだ。五佐賀天皇の即位後、西恩寺工業はどうかを無視して、 孫の豪天皇に受代させて中宮のに立てることに成功することで娘婿である同家との協調関係が対立へと転じたがそれを可能としたのは孫の領味を自分の側に置いたことで石棺家との全面対決という構図が避けられたことによるさらにこのお場にあたる史上者氏を領味に嫁がせることで工業の着難未守と両実は義兄邸ということになった ところが、工業が死去すると朝廷はどうかによって掌握され、このため寛元四年一月に、五深草天皇への上位が決まると、父の命によりやむなく、関白を寂ね,ねに譲ることを余儀なくされた。この年鎌倉では、法上一門の名古屋光寺が、前将軍の寄綱を要して、執権、法上時折に無本を起こす計画が、事前に発覚して関係者が処分されるという事件が、 怒った。よりつねは、京都に送還されることとなり、この一件で、父のどうかも、朝廷から去ることが避けられなくなり、またこれに伴ってさねつねまでもが、関白辞任を余儀なくされるに至った。両日は、父と、疎遠な関係にあったことから、この時の処分には、含まれなかったが、これを、どうかは読みが時よりと内通して、自分たちを貶めたと再議し、両身を偽絶してしまった。 やがて、どうかが死ぬと、再び勢力を盛り返し、校長元年には再び関白となる。文英二年に、関白職を弟の佐熱根ねに譲ったが、なおも内乱として、朝廷の実権を掌握した。文英七年十一月十一日、病気のために出家して、行空と合死、同月二十九日に五十五歳で公居した。法后不公演院。 両日は巨匠二条京国台に置いたことから、両身を外する五石家の系統は二条家と合した。ただし、平時などの当時の記録によって確認できる、両日の屋敷は二条富の工事である。日付は旧暦による。ありがとうございます。